おやつにドカン金曜日、本日も始まりましたおやつにドカン金曜日、毎月第2週目の金曜日に放送しております。はい、そして本日 MC を務めさせていただきますエミリンこと長澤エミリンです。よろしくお願いします。今月はちゃんと言えたね、はい、よかったね。自分の名前を一番最初に言ったのも半年以上やって初めてかもしれません、はい、よくできました。よくできました。よくできました。ちょっと成長しました。今年のエミリンは一味違いますおとか言っちゃったりして、おじゃあ交互期待ということでね。ごめんなさい、交互期待で、自分でハードル上げちゃった。交互期待でそんなことない。本日やってます。あ、皆さんご存知の通りこちら双方向型の番組としてチャットなんかを使ってやってるんですけども、もちろん本日もね、ここね、ということで、ね、こちらのお姉さんもうちょっとでね来ると思うんだけどね、担当で今やらせていただいております、はい、ということで今日の場所をお願いします。はい、はい、ですね、おやつみどっかん東京都、はい、どっか金曜日は、渋谷にある青山スタジオよりお送りしております。観覧料1000円で観覧もできちゃいますので、よろしければ。そして皆様、全国ね、北海道から沖縄までのね、そしてイギリス、アメリカとね、全世界で見れるのね、なんでスペイン行ったか分かんないけど、はい、ぜひぜひね、ユーストリームに登録していただきますとチャット参加できますので、よろしければぜひぜひお願いします。よろしくお願いします、はい、皆さんの書き込みを待ちしております。早速、はい、視聴者様、ただいま、はい、2名いらっしゃっております。お名前お願いします、はい、アンパン好きじゃねえよさん、トーミーさん、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとタラちゃんっぽくなっちゃった、はい、ね、アンパン好き、ね、好きじゃねえよさんが、皆さんもこんにちは、今日は1時間よろしくです。よろしくです。最後までお付き合いください。そしてエミリー、自分の名前忘れたの？そうそう、いつもね、あーこんにちはってやって自分の名前やんないで番組始めちゃうのね、よくやるのね。今日はちゃんと名前出してやってます、うん、名前出してやってますよろしくお願いします。はい、でその空席の椅子片付けちゃおうぜ、わらさらりわら片付けちゃうと今ちょっと渋谷駅からすっごい歩いてると思うから、多分もうちょっと、ね、もうちょっとしたら今日は早いんでね、今日早いから多分10分15分ぐらいには来ると思われますが、はい、ね、ぜひぜひね、お願いします。ということで本日はちょっとね、いつもと違うメンバーもいたりするんです。あらら、まあまあ、いる、あらら、メンバーいる、ありがとう、上手な言い方ありがとうはい、はい、ということで本日実は4週目から来ていただいてる方がいらっしゃるので、まず自己紹介ちょっとお願いしてよろしいですか。はい、はい、大場勝則です。あ、そっか、うん、爆弾って4週目だったっけ。4週目の、そう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 、2週目何忘れられてるのじゃあ私ほら今日2週目も2週も一緒だから、 あ、 そう、ね、あれ番組は一緒だからね、まあ、そこそこ、ちなみに先月は3週目に出させてもらったんですけど、はい、そんな大場さんが今日いらしてくれました、はい、で、おやつにどっか初めてということで今日頑張って参加して最後に感想いただいたりとかするんで、コメントの準備よろしくお願いいたします。はい、ということで、そしていつものメンバーですね。じゃあ自己紹介ちょっとしてもらおうかなと思うんですけど、うん、はい、じゃあゆきちゃんから。はい、あ、ん、はい、はい、おっさんの皮をかぶった乙女さん、乙女ゆうきです。イエイ、何の皮、今おっさんがちゃんといなかったね。おっさんの皮ね、なんかね、なんかね、39度出てからね、頭がね、ショートしちゃって、ね、ポポポポーンなんでしょ。たのそう、ポポポポーンなどっかの CM? テヘペロな感じ。テヘペロー、テヘペロ、今流行ってるね、テヘペロって、テヘペロ、テヘペロな感じです。どこから出てきたの？テヘペロって今ね、今の若い子みんな知ってるよね。知らない、揚げぽよの次で。そうそう、ね、すごい、そう、テヘペロみんな流行らせようね。そうそうそう。ではでは、ではでは、あと姉さん自己紹介した？ああ、してないわ。名前言ってないよ、名前言ってないよ。私最後でいいかなと思ってたから、みんな言った後に。永遠の二十歳です。では、ここからは還暦です。桜木しずくです。お願いします。誰かコメントしてやるから。いや、4週目基本校なんで。ではでは、おばさん言ってもらったんで。はい、お次お願いします。はい、今日はと、みゆきです。女優やってます。はい、今日は頑張って巻いてきました。巻いてきたんだよね。はい。巻いてきたんだよね。めっちゃ時間かかりました。どれぐらいかかった？1時間くらい、そんなのに、ね、も全然巻かないから、もうなんか苦戦して、じゃあ私も今度巻いてこようかな。ぜひぜひ。なんかマフラーが、マフラーが昭和の仮面ライダーみたいな。うん、いね、そう。もっと可愛く巻こうよみたいな。やってやってやって。多分さ、ここにやるんだ。こっちからやって。うん、
で首絞めんなよ。違う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 、こうしてやった方が、この方がまだ可愛いんじゃない。まだ可愛いって何、まだ可愛いさっきのなんか本当になんかタオル巻いたみたいな。ではでは、そしてそして、はいはい、お願いします。みーさんちょっと、あ、ごめんね、ちょっとだけ、はい、ね、ここ光が当たらなくてね、俺の顔だけ黒いっていうね、どうも椿です。でもね、なかなかいいね、絵的に椿ことみゆきちゃんの絵綺麗だ。女の子にね、挟まれていい席なのよ、一番挟まれてるんだけど、なんかね、俺だけなんかすごい暗いんだよね。なんで、光が見えないからここに取られちゃう。じゃあゆきちゃんの隣に、ここ空いてるよ、ここ空いてるよ。前だな、おい。前すぎだな。空いてるよ。はい、はいはい、ここで新しい視聴者様の方、ありがとうございます。ジアニストさんだってね、うん、ジアニスト様、こんにちは、ありがとうございます。あ、ごめん、頭殴っちゃった。よろしくお願いします。画像が消えた、ネットの速度が、はいはいはい、この前言った、言ってましたよ、言ってましたよ、はい、言ってました。はいはい、じゃあじゃあお次は、お次は、はいはい、今日のメンバーですよ。白石芽衣です。アメブロは三重の生活です。ね、三重ちゃん来てくれました。最近はちょっと作曲の勉強に専念しています。これからもどんどんできるように頑張っていきます。やっちゃってくださいよ。すごいすごい。なんかなかなかね、バラエティだけじゃなくてね、芸術の方にも皆さんね、メンバーがね、なってきてる感じなんでね、ぜひぜひ今年皆さん頑張ってもらいたいななんて思っちゃったりして、視聴率上がるかな。そしてそして最後、お名前お願いします。どうもどうも、キースターじゃねえや、ライタースターキーです。おー、よろしくお願いします。多分ボケた、ボケた、多分ボケた。こっちから見なんじゃったの。氷河期かしら、ここまた30分増えちゃう。あ、ちょっとまたね、30分出るとね。ということで、今のところ8名で今日はお送りしています。なんか視聴者様、何か言ってくださってるか、はい、あのジャーニストさんは、はい、あの多分いつものイタリアの方なので、はい、イタリア語、はい、頑張ってね、イタリーバーナーバンジャーロバンジャーロバンジャーロみんなすごいな。なんかね、はい、何ですか、アンパンさんがね、いろいろやってくれて、ちょっとトミーさん、今日どうしたんですか。ちょっとトミーさん、ちょっとお願いします。トミーさん、なんか今日トミーさんね、あんまりあれと思って。お疲れ気味ですかね。ちょっとね、あ、じゃあじゃあ乙女ちゃんのラブ注入で、ラブ注入、ラブ注入、ダメか、俺人のだ、ラブ注入。そう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 、最近投げやりじゃないしかも受けるアンパンさんが、みんなジャンパー着てきて小声死ぬよってライカさんのボケでね。そう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 、重要だよね。そうそう、しかもトーミーさんがアンパンいるからいいだろわらわらって。そこはね、アンパンさんもトーミーさんもね、サザンもジェネスさん、イタリア人の方とか読めないのかもしれないけど、もっともっと欲しいの、欲張りだろ、欲しいの、どうしよう、欲しいな。はい、落ち着いて落ち着いて。まあちょっと俺も書き込みやめよっとじゃない、ちょっとやめよっと、やめちゃやだ、やんないで、ちょっとやって、ね、いっぱい書いて。そんな感じで始まった今日このメンバーなんですけど、あと、うん、でまたもう一人皆さんご存知の方がいらっしゃるんで、うん、その時にね、またね、自己紹介もしてもらおうと思う。何何、姉さん何気がついたの、うん、トミーさんが、姉さんキモいから帰るって、ちょっとあらいつものあ、間違えた、いつものちょちょちょ、イケメン似てるよ、イケメンね、厳しい、わらわらちょっと納得、ちょっと納得、ちょっと納得、本日はそんな感じでやっていきたいと思います、うん、で、はい、乙女ちゃん、本日のテーマを発表してください。でーれん、みんなそわそわドキドキ、バレンタインおっさん、エピソードトーク、駅員みたい、なんだっけ、告白、告白シチュエーション、振ってた、ごめん、振り方振っとけばよかったね。エピソードトーク&告白シチュエーションでしょ、イエーイってやるはずだった、うん、助けちゃった、まあまあ、皆さんご存知の通り、バレンタインすごい近いということで、バレンタイン特集の回もアンパンさんがね、アンパンさんが、イケメンが何を言っても許されると思うなよ、わらわら、やっちゃったね、ちょっと面白かった、いいタイミングでわらわら入ってくる。そしてそしてな、そうそう、トーミーさん、ほら今日のテーマをおっさんを拒否ってますから、わらわらって。そんなことないよ、大丈夫だよね、うん、大丈夫、心は乙女だもんね、そうそうそう、ロールキャベツ、ウェルカム、そうそう、ロールキャベツ、ロールキャベツね、行きましょう。ということで、バレンタインの企画で今回は行ってみたいと思います、うん、ということで、まずバレンタインということで、今回の企画一つとして、みんなにちょっとバレンタインっぽいピンクとか可愛い系な赤とか白とか、そういう洋服で着てもらってます。それがさっきね、裏目に出てちょっと仮面ライダー的な
かみんなそこに可愛くなった、可愛くなったから、ね、姉さんのおかげでね。で今日姉さん実はねピンクとリボンでちょっと可愛いセクシーな、ね、足もちょっとギリギリまで出してて、ね、ギリギリまでね、放送コードギリギリっていう、放送コードギリギリ、ちょんって乗っちゃったけど、そう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 なんね、須崎くんとかいっぱいぐらいそうだよね、ピンク入ってんだよね、そうそうだから、ほらそんなおばさんだからやってないから、そんなはだけないで、そうほら見たいかなと思って、皆さん見たいかなと思って、多分出産もあんまり見たくない、あそうそうなの、あ見たい見たい見たい、ほらほら少年二人に行ってみたい、あれ出演者だからね、あちょっとね、後で、ね、甘い感じの服装、もうデート服ね感じで、もシマシマでこの服一回囚人っぽいって言われたことある囚人って結構出てきちゃうショックだわね、横断歩道、あ横断歩道いいんじゃない、いや一言言っていい、フォローするならもっとうまくフォローしてあげて無理があるだろうこれに、横断歩道は絶対無理があるだろう、ネックレスが可愛いの、そうネックレスがハートで 3D で、あれ何ダーリンからのプレゼント、ちょうだいじゃあシークレット、ダーリンちょうだい、そっちそっちネックレスじゃなくて、誰かしね、今日もらえないのかな、なんかいろいろ心からにじみ出てるのやめてくれる、アクセントでとどめて、ほらボーダーの人多いよってツッコミが、そうだね、そうボーダー確かにね多いよね、そこだけだね、まあねボーダーもそうだよね、チェックもそう、チェックも入ってるはね、流行りだから後列ボーダーかチェックかなんだけど、姉さんもチェックだもんね、そう下ね、マグワに揃ったね、そうなんだこれっていう、すごいねみんなね、これユリこれこけてんじゃないの、またどっかで大丈夫、ユリ来ないね、そういえばさっきだって間に合う、今日警察だったからね、ね、来た来た、あ、そう、え、ユリなんで捕まるの、騒がしかったけど、あ、本当にあれユリに捕まった、違うか、捕まった、どうした、そうそうそう、何ですか、何ですか、うん、まあ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 そんな感じかな、そんな感じでやっていきましょうって、冬だからボーダーも増えるわなって、そうなの、そうって増えるの、そうなの、そうなの、うん、ありがとう。今素だった。大丈夫。うん、乙女ちゃん素だったよ今。今はーって感じだった。乙女ちゃん今さ、今さ、ね、映ってる。油断してたでしょ。絶対油断してた。こいつサボってる。こいつサボってる。若干今サボってる。そういうことしてると後ろの列行くよ。そういうこと言うと、そういうこと言うと、そういうこと言うとユーリンって誰笑いになっちゃってる。あるだろうね。本当に。思考回路が止まってた。そう、なんか漢字読めなかったことすごいショックなんだよね。そうそうそう。ほらサボってたってなって。サボってたってなってほら言われちゃう。ヘペロ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 可愛い。でもねボーダーってね、うん、あんま好きじゃないの。これ MN はい、新しい視聴者様の方増えました。MN1 うん違う MN1983 ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。書き込みよろしくお願いします。はい、私たちと会話しましょう。ぜひぜひ。な感じで、でまたおやつにドッカンということなので、うん、今日はバレンタインなのでお菓子もみんな一生懸命用意してきてくれたのでご紹介したいと思います。お菓子用意してきた人、はい。ほらいっぱい。何買ってきてんの？持ってきてないの？何してくれてんの？はいはい。じゃあみゆきちゃんから行こうかな。何をしてくれたの今日は？うん、今日は。2カ所をファミマ行って、うんうん、それ言わなくていい、それ言わなくていい、そうそう、2カ所のはしごはいいや、気に入ったよ、本当に買いました、1つはチロルチョコ、これ大きいチョコ、大きいチロルチョコになってるのが、はい、中にいっぱいバッと入ってます、美味しそう、こちらはと冬限定って、冬限定が光っちゃいまして、冬限定の一番味、美味しそうって、うん、それ美味しそうだよね、もし食べたい人どうぞどうぞ食べて、みんなで美味しいって感想をどうぞ、ありがとう、あとでね、隣で、Give me chocolate、じゃあ今食べる、みんなでちょっとやった口に入れる瞬間を、じゃあ私も、あのね、アッパーさんがピノの数量限定の生チョコ味食べた人いますか、知らない、そう、知らない、サムネイル、じゃあ今日帰りに見て帰ろう、でこのお菓子に対してそれ間違いないねって、うん、おー美味しいんだね、そうで、あのジャーニストさんもアモーレーって、うん、おーアモーレーって言ってくれてる、ではでは誰誰、みゆきちゃんここ、この辺行ってみる、はいどうしよう、絵があんまり綺麗くない、あら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 これって言っちゃった、いいよいいよ、美味しいです、あ美味しい、これ あ、美味しいね、美味しい、口の中でとろける、うん、え、ね、噛んだ瞬間にイチゴがふわーっと、風味がすごい、うん、美味しい、うまい、大変、お
には他には皆さん何をしてきてくれました？はい、はいはい、じゃあどっちがいい？じゃあ乙女ちゃんからいこうかな。足このカントリーマン。でも間違いないからカントリーマーブル。カントリーマーブルレンジでチンすると美味しいから。そうね、そのままで美味しいけどね、ね、チンした方がもっと美味しい。何してもうまいっていうね。うん、以上です。あのカントリーマーブルをチョイスした理由がちょっと欲しいかな。です。あのローソン行って。ローソン行かなくていいよ。名前はいいの。お店行って。でもう普通行って。普通にみんな分かっちゃうでしょ、スタジオの周りそういうコンビニあるんだなって。あでもいろいろあるね。ローソンもあるし、ファミマあるし、セブンイレブンもあるしね。ほらファミマって言ったから全部対抗してた。あそうだ、あるわ。何でもあるよね。なんかカントリーマーブルでいいかな。いいかあのエピソードが欲しかったの。やる気ない。もういい。見えちゃいこ、みんな何をしてくれたの？お友達からもらったパイナップルケーキを持ってきました。友達からもいらないでしょ。でもね、愛情がこもってるパイナップルだからちょっとここだけかな。どこの国のかな。パイナップル台湾のお土産だそうです。美味しいよね。あんまり食べたことないんですけど、みんなに食べてもらって。食べたい食べたい。はい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 。じゃあ俺はポプラあると思うんで。あえてポプラで買うとかじゃない。ポプラって、ポプラって関西にもあるんですかね。なんか本番中ガチプラって面白いですけどね。なんかね、おやつにドッカンだからね。ね、そうそうそう。あひたすら半分したりとかしたら後で食べましょう。いい匂い。なんかほら、なんかみんなやっつけだなってなっちゃってるから、すいません。すいません。ごめんなさい。ミカじゃないでしょ。分けて食べてみてください。じゃあこれはポプラあるよ。めったに見かけないけど。ですよね。ポプラって関東でもあんまり見かけないもん。あんまりね、どっちかっていうと郊外。そうそうそう、うん、なんか、トカにあるね、トカにね。あ、トカの人失礼になっちゃうけど。そうね。そうそう。うん、どんな感じ？どんな感じ？いい感じ。海外のお菓子、誰かコメント。コメント、はい、コメント。あのね、あんまり味がない。意外に。よかったよかった。もっとなんか言って。大バカなんかない？おバカ、おバカ独特な味。おバカ言うな。もうめんどくせえからいいや。美味しい、それ美味しい。美味しいって有名だよね。中に乾燥させたパイナップルが入ってて。何何何。トーミーさんがね、トカで悪かったなって言って。いや、ごめんなさい。違う違う、トカって東京23区外のことをトカって言うんですけどね。すいません。おバカだよ俺。あ、そっか。そっか。あ、とかだ。みんな、みんなそうよ。そっか。じゃなかったの。違うよね、ギリでしょ。ギリセー。ギリセー。他には他には。めんどくさい。いや、いいかな、いいかな。味ないんかいってなってる。今日は、トミリはチョコレートを作ってきました。23区外で悪かったなって。いや、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。あ、顔描いてんじゃん。描いてないよ。顔っぽくないこれ。目に口。あ、じゃあありがとう。アーモンドのせてます。え、違うの？ちょっと違うけど、うん、で、お菓子をみんなにちょっとこれ分けてきたんで、ちょっと食べてみてください。うんうん、これちょっと包丁で切ってあるんで。じゃあこれを分ければよくない？うん、はい、はい、はい、皆さんでちょっと切って分けてください。っていう感じで作っていきました。いただきます。ほら、あのおやつにどっかんなのに誰も手作りが1月なかったっていう反省を踏まえて、うん、必死になりましたの。ああ、うん、おいしい。本当、ありがとう。中に何か入ってる？あ、チョコチップ入ってる。うん、美味しい。これが超美味しい。チョコレート贅沢に使ってます。ありがとうございます。あ、美味しい。うん、チョコチップ皆さんにはちゃんと1個ずつバレンタインなんでご用意しておりますんで。美味しいね。ありがとう。番組終了後に皆さんで。ね、という感じですね。うん。よし、そして今日は私はすごいこれを紹介したいんです。いいよ、そんなに。すごい紹介したいんです。そんなにフューチャーしなくていいよ。なんと桜木雫姉さんの手作りです。頑張ってきたよ。頑張ってきたよ。もう私これ持って帰りたい。毒入ってんの？毒入ってんの？毒。あ、じゃあ毒やるときは今度やるよ。違うわ違うわ。捕まえたくないわ。こうなりたくないわ。ではでは紹介してくださいな。紹介もしっかりしてもらったらいいよ。中見せてどんなのかね。何入ってんの？見て見て。え、これチョコの中に食べてからね、気づいてほしいんだよね。私いたずらして食べれるもんなんですけど、中にラムネを入れてみました。中にラムネ入れて上に、あ、まあこっちはコアラのマーチを乗ってて、こっちはなんか、まあ、ウテラちゃん。じゃあ誰かに食べてもらった？ああ、後であげようと思ったんだね、全員分。みんなにちょっと食べてもらってさ。じゃあ誰がいいかな。誰がイケメン？イケメン？イケメンがいいな。イケメンちょっとあげて。イケメンがいいな。じゃあイケメンと乙女ちゃんに一個ずつ。
そうそうそう金曜日だ、食べ係椿です。だってほら食レポ一番うまいんだもん。そうそう、一番実はうまいんだよね。一番ちゃんとそうでふわふわとかしっとりとかすごい的確な表現してもらって助かるの。じゃあ1個トミちゃんに渡してあげてくれますか。ちょっとほんとトミーさんもアンパン好きじゃねえよさ、乗っかっちゃったじゃん毒入りに。なんて書いてあんの。え、あの何これ、生産購入済み笑ってトミーさんがやってて、アンパン好きじゃないか、姉さんバージョンだからハブとか入ってるから気をつけてねって。多分そっちの方が正しいと思う。しかもトミーさん文字通り毒味笑って、ちょっとちょっと毒味だよ、毒味。どんな感じの、見せてあげて、見せてあげて。ちゃんとハートなってんだけど多分熱いから溶け始めちゃってるかも。下地熱いからね。そう、かわいい。あ、本当は結構溶けてんな。あ、溶けてるよ。ほら、グロテスク。いや、溶けちゃったね。溶けてんの、ね、溶けてんの、ね、ハートいっぱい乗ってる。結構溶けちゃってるわ。ほら、もう毒な感じで。食べてみて、食べてみて。溶けちゃったんだね。毒で。あ、まずくない？お腹壊さないと思うけど、多分。どうどう、お腹壊さないと思うけど。何も言ってちょっとコメント言って。多分ね、幼稚園児でも、幼稚園生の子でも作れるチョコレートだよ、多分。どうやって作るのこれ。簡単に。なんか、うん、いいよ。あの、チョコなんだけど、ラムネが入ってるから。ラムネの味がする。そう、だってラムネ、だってラムネ入れたもん。ラムネ入ってるよって、前説、まあったよ、説明。そう、あったんだけど。ほら、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 アンパン好きだねよさんが、そんなに暖かいスタジオを冷やすのはライタさんはちょうどいいねって、ほら、寒いキャビ言えってこと。そうで、トミーさん、好きじゃねえよさん、よく分かってくださってる、ね、さすが、ね、で、トミーさんが、ほら、毒味係ちゃんと分かってるんだろうな、わらわら。そうそう、それがまさかの、ま、そうそう、いいコメントお待ち。ほんとね、毒味だからね、うわーって思ったんだけど、意外に美味しかった。ありがとう。よかった、よかった、ありがとう、よかった。なんかね、ラムネがね、ほんといいアクセントだった。おー、ね、ポリポリ。なんか、お帰りにね、皆さんにも1個ずつあるらしいんで、楽しみにしててください。センキューって言われてる。お、なになに、それは姉さま悪い。なんでだよ、なんで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 、何が悪いの、ね、私みんなが美味しいって言ってくれたから、姉さんの毒入ってるとか言ってごめんねって謝ってくれた。アンパン好きよ、姉さん優しいから。トミーさん、ちだからイケメンとか嫌いだって。イケメンね。いや、なんかさ、わさびとか入れてくれればさ、俺もさ、もうちょっとさ、うわーとかできたんだよ。そう、やろうと思ったんだよ。けど、姉さん本当は優しい人だから、そんなことしないから。じゃあさすがにさ、腹壊しちゃったらまずいかなって。今流行ってるから、ね、そうそうそう、いや、今流行ってるからねって。的確なツッコミはね、はっきり言おうね。今流行ってるからね。遅いわ。あ、寒い、寒い、寒い、寒くなった。汗かいてたと思うんだけど。ちょうどいい。しゃべる、悪くなったのかな。だからやっぱライタさんがしゃべると、温度が20度ぐらいガッて下がる。いや、本当にね、温度が20度ぐらい以上。チョコも固まるな。5分とか10分に1回しゃべってもらえるといいよね。ちょうどいいよね。何受けてんの。ちょっと番組進まないわよ。ね。雑じゃないから。ねえ、で、今日はバレンタインなので、せっかくなので今までのバレンタインエピソードとかもみんなに得していこうかなって思っています。イケメンありそうだよね。ないないない。あ、違う、思ったけど、イケメンとみゆきちゃんと乙女ちゃんが一番ありそう。そんな。ありそう、ありそう、ありそう。なんか、爆弾とライダさんは同じような種類な気がするし、みえちゃんは、なんかありそうなんだけどなさそう。そう、なんか普通そうだね。俺はそう。なんかここの二人が、ここの二人があるでしょう。結構やりそうだよね、いろいろね。あららら、あげるもんじゃない。そう、いろいろね、ありそうだよね。絵的に綺麗だね、ここの二人が抜いてもらうと。ここの二人抜いてもらうと綺麗なんですよ。すげえ綺麗だわ。前列も綺麗だよ。前列も綺麗だよ。無言になっちゃったじゃない、ちょっと。ああ、ごめんね。ところでさ、ゆうりさん遅くない？ね、大丈夫かな？名前言っちゃった。ね、しかもアンパン。アンパンさんがさ、しかもなんか、あの、自分の部屋、ちょうどいい温度なんで冷やさないでもらえますか？そこまで？すごい、電波に乗って寒さが。そう、しかも暖房機の電気代がもったいない、わらわら。そうそう。じゃあ、温めに行く。あ、どうぞ。ね、ちょっと遠いけど、行ってらっしゃい。ちょっと遠いよ、アンパン好きじゃねえよさんとこ。遠いよ、地味に。I love 注入で。あ、でも新幹線使えばすぐか。あ、そうだね。すぐ会えるからね。今すぐ切符買おうか。買ってくれるって。ありがとう。ね、あ、じゃあ私、現金10万円でいいや。ちょっと交通費より高いからそれ。あ、じゃあ1万で我慢するよ。
ではでは、もうなんかエピソードトークしてもらうの誰から行こうかな。私話したいっていう人いる？いや、たまにはエミリンから行きなよ。そうだよ、ないの。エミリンから行った方がいいと思いました。どうしよう、無茶振りされてる。どうしよう、私も何もない、どうしようかな。何そのごめんなさい、ちごめんごめんと思ってアンパンチごめん、誰か謝ってない、ちょっと口に出して謝って、そうトミーさんとアンパン好きじゃなくてごめんと思って。あ、全然大丈夫です。ほらほら言っちゃねよ。え、何がだってエミリーいじめられてる、わらわらだから期待してるんだよね。ね、皆さんもいますよね。どうしよう、考えて、宿題でしょ。え、そうだよ、宿題出す方だから。出したのはあんたでしょ。バレンタインで、あ、言える範囲内でいいよ。あ、トリップクッキーの話。それ昔は法に触れなかったけど。あのね、ハト型のクッキーをね、ちょっとね、作ったことがあるのね、学生の時にね。それがすごいこうこんな大きいので結構綺麗にできたんだけど、ちょっと重曹の量を間違っちゃって、なんかね、重曹っていうか、あのベーキングパウダーの量を、重曹でも分かんなかったね。そうそれを言うのをちょっと間違っちゃって、なんか食べたら薬の味がするって言われちゃって、なんかこう、そなんかほらね、ケーキとかクッキーとか入ってるののこう乾燥剤みたいな、それ食べてる味するって言われて、なんかそれからなんかこれはやばい食べ物だみたいな感じになっちゃって、なんか私の作るケーキとかクッキーは全部トリップクッキーとかトリップケーキとか言われるようになったっていう悲しい。それから5年ぐらいお菓子作ってなかったんだけど、この番組やるのにまた作り始めましたっていうの。ありがとうございます。大丈夫だって、お薬の味しないよ。だからもうそれから一切私はベーキングパウダーを使わない料理、お菓子を作るようにしてます。お菓子作りってね、難しいんだよ。ちょっとでも量間違えたらやばいんだけど、でも私見たことないっていう。全部アドリブで作るっていう。いいね、すごいね。自分も測んな。だよね、測んないよね。で、ベーキングパウダー使わない。うん、やっぱり、もうね、使わないことにしたの。そう、アンパンさんが、重曹は苦いもんね。で、トーミーさんが、重曹の量を間違ったら悲惨だな、てんてんてん。すごいまずいの、申し訳ないんですけど、でも若気の至りっていうことで、もうそこはないようにしようかなって思ってますっていう。ね、あのね、あの、ぜひぜひね、チャットね、見てくださった方で、まだチャット参加されてない方も、ユーストリームに登録していただければね、あの、この番組からきっかけで他の全番組もチャット参加できますので、よくお願いします。ちょっとお手数をおかけしますが、お願いします。ここにいるメンバーも他にも番組やってるんで、そこにも行けるようになるんで、ぜひよろしくお願いします。ちょっと姉さんの家の引き出し重曹だらけって違うわ。なるほどね、違うわ。入ってないわね。ちょっとユーリンのね、家のタンスの中には猫が入っちゃうけどね。そう、猫が入ってるけどね。猫がいないと探すと出てくるね。姉さん家はタンス開けるとタンスにゴンが入ってる、いっぱい。ゴンじゃないけど、まあでも、あ、お、何何何、レッドコメットマックスさん、ありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。どんアンパンさんもありがたい、どんどんチャット来てって、ありがとうございます。トーミーさんが、お菓子は量をきちんと測って作るものですよ、全滅両端。あ、ごめんなさい。賛成。炭素2号久々に聞いたって、ほら久々ですよね。あ、ジェネレーション。そうだよ。そうだよ。何、新しいギャグですか？テヘペローだよ。テヘペロー。テヘペローだよ。テヘペローでごまかせる。やっちまった。びっくりした。もう姉さんの無茶ぶりで私変な汗かいちゃった。いや、たまにはね、いいかなと思って。じゃあね、ね、自分ね、おばくんのね、エピソード聞きたい。お、あ、本当に。ご指名入りました。喋ってみますね。何年連続もらわなかったのかとか。そうね、大体十何年とか、まあ真面目な話になっちゃうと。でもね、すごいね、バレンタインが気になってるらしくて、ブログに、あのね、今日のね、放送日12月の14日ってバレンタインデーを書いてて、そんなにバレンタイン気になるのってネット見ながら思ったのね。あのね、今ね、あの、レッドコメントマックスさんが、あの、こんにちは、うどん県で放送を見ているね、ネオうどん軍曹司の赤井彗星です。こんにちは。で、トーミーさんが、大バカくんはユーリが来てからの方が、わらわら、グッドタイミングで、グッドタイミングで、ほら、ここで落ち込んでるんだ。定位置だよ。うどんね、そうそうそう、トーミーさんのいい振りで。え、トーミーさんありがとうございます。そうそう。うわぁ。あ、入るかな、お疲れ様でした。ダメダメダメ。お前はトーミー、そうそうそう。なんで一緒なの、やだ、いいでしょ、いいでしょ。怖い。バッチリでしょ。やだ、本当にやだ。本当にやだ。ここで新しい視聴者様の、ありがとうございます。シンデスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。
感じですね。あの名前言った？山崎ゆりです。どうもお久しぶりです。あれまた可愛くなったよね。いやそうそう、この前から4週目からまた可愛いじゃん。だからもうやめずに本当にやめてしかも待って手袋、手袋置いてこようよ手袋。カフェオレールで可愛いじゃん今日。そうだ、カフェオレールちゃんと可愛い。変えた？いやもう変えてないし何も変わってないし、本当に可愛いじりは本当にやめてください。よろしくお願いします。なんでそんなに舞台お疲れ。お疲れ。あれ可愛かったよ。だって見てねえだろお前。ごめんね、見に行けなくて。そうそうそう、それはね、みんな忙しいからね、いろいろここに事情があり。初舞台の感想はどうでした？初舞台の事情の感想ですか、ですね、いや普通にあの楽しめてできましたね、あの最初の日は緊張したんですけど、2日目1日目はなんか楽しくて、2日目とか喋り方変だから聞く時代よってちょっと楽しくないすぎちゃって言われてほら、ユーリン、ユーリン色気づきやがってわらわら。そうで、舞台お疲れで、トーミーさんが、ユーリンかわウィウィーって。トミーさんが言うとね、怖いから本当に。なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ。ユーリいじりになってるけど大丈夫ですか？そこら辺でもういいんじゃないですか。あ、じゃあユーリいじり。いやだって毎回来たら必ずね、いじってあげないとね。お決まりだから。出てなかった10分20分ギュッと凝縮してね。大丈夫。ほら、また？アンパン好きじゃないよさんが、心なしかユーリーの滑舌が良くなったような気がする。すごい。気のせいです、気のせいです。そこはちょっと褒めてほしい。よくはなってないけど。待って、これ戻そうよ。戻そう、せっかく今日可愛いんだからさ。せっかく可愛いんだからさ。もういいから、可愛いんだから。あ、そうか。で、これからね、大バカがね、そうそう、あ、大バくんがね、大バカがね、バレンタインエピソード投稿。バレンタイン投稿するのね。あ、バカさんがどうしたんですか。そうそう、バレンタイン投稿するの。女子殴っちゃダメだから。かわいくて。あれ、叩くと捨てる？1回ごとに100万払わなきゃいけないんだよ。あ、そうだよ。うんうん。あとで、あれだよ。終わったら、終わったら、本当に。ガチでね。それ放送できない、その顔放送できない。モザイクだよ、モザイクだよ、完全モザイクだよ。素でね。うん、まあそんなんで、なんか話すらしいんで、ゆりちゃん、愛の手打ってあげてくれる？え、めんどくさい。一番いい。はいはい、じゃあ、おばさん、どんな話があるかなって。マジでそっか、へぇー、辛かったね。だろうよ、だろうよ。でも、乙女ちゃん、感想は？え？いいの？何？またサボってた。サボってた、サボってた。いやいやいや、どうもあいって感じ。乙女ちゃん見に来てくれたんだもんね、舞台で。ね、言ってたよね。超、キャワイかった。キャワイかった？可愛いイジリ。乙女ちゃんまでやめてくれ。さっきのさ、お金払うのに、リフ1万円って。リアルに1万円、そう、ちょっとリアルな数字にしてみた。久しぶりのペプシマン登場か。ペプシマン、カフェオレ、カフェオレマンだけどね。ダメだよ、最近可愛くなってるんだから。ねー、もう全部さ、可愛いで片付けてやめてくんない？あ、可愛いからね、可愛いからね、それでいくね、イケメンだからね、可愛いからね、自分の方が可愛いから、本当にもうね、知ってる、ほんと、怪我、どこまたどっかで怪我したかと思って、ちょっと心配してたよ。今日ちょっと遅かったもんね。でも私まだね、この前こけた腰がまだ痛いんで、実は大丈夫？わかんない。あ、私の怪我した時のさ、ちょっと上半身おかしくなった時と同じになってない？かもしれない。二人でなんか世間話すのよ。嫌だね、嫌だね、ちょっと裏でやれって話ですよね。で、大バカ、今年のバレンタインデーはどんなご予定ですか？そんな聞くほどのことじゃないでしょう。ないのか。なんか今、どうしよう、本気で殴りたくなったよ、つばきくん。ねえ、本気で殴りたくなりましたよね。知ってるけどね。知ってるんだ。ほら、アンパンさんも、あの、ほら、トーミさんが分かった、可愛い言わない、綺麗と言おう、わらわらわら。で、アンパンさんもユーリーなんでそんなに可愛くなったの、理由が知りたい、わらわら。いやいや、どこ行くの？いいよ、おいでおいで。なんかこれキャンディーズみたいなこうマイクをあれまたこれ置いてね。これダメだぞ。大丈夫大丈夫。年バレるぞ。伝説だからアイドルの。そうね、そうね、そうね。ね、みんなわかると思う、トミーさんとかは。ね、そうだね。そう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 、みんなね、赤い新星さんとアンパンさんとトミーさんはもう紹介したんだよね。うん、でさっきね、イタリアのあのいつもの方も来てくれたりとか、あの人ウェイみたいな、ね、まあ、でもでも、まあ、おばさんはとりあえず話はいいのかな、もう終了、そうなのかな、あるの、ある、いいんじゃない、いいでしょ、イケメンの話の方が聞きたいと思うんで。いや、あるイケメン、なんでそんな対抗してるの？あるなら言った方がいい。いや、ないのかい。ほら、なんでさ、イケメンも一緒に舞台
いやったんでしょ。どうだったの。大バカくん、ユーリンのチョコ期待してるよだって。なるほどね。なるほど、そういうことだって。あげなきゃまずいことだけどね。あ、じゃあ、からしたっぷりのわさびたっぷりのやつ。じゃあちょっとトッピングもりもりでね。何、アンパンですけど何か。はい、時間の無駄。わらわら。ねえ、イケメンは大場くんとの舞台どうだったの。でも全然絡んでないの。あ、絡んでない。全く絡んでないのかな。だって全部食べちゃう。それも見に行ったんだよね。使われるやつでしょ。前々回、前々回、前々回消したのやつ。前々回はそう、兄、こいつが兄貴だ。ありえないよね。そう、ありえない。俺はコムだ。ね、今回ダブル主演、いや、二役だ。そう、今回二役や。二役でしょ。二役だったけど、もうほんと出ずっぱりだったけど、全然絡まなかった。いや、最後ちょっと絡んだから。最後ほんと、会話とか何にもない。どんなバレンタインとかある。別にね、そんな大それた話じゃないんだけど。大それた話じゃない。あ、いたずら好きの椿君だから何かあるかなって。俺はしない。俺はしないけど、でもやっぱわさびとかからしとかされたことありますよ。あるんだ。どんな反応するの、そういうのもらっちゃうと。でもなんか分かりにくいんだよね、あれ。え、あんなに分かんないだから結構ね、そう、もうなんか罰ゲーム的にすげえ言ってくれないと。なんでゆりちゃんそこでうんうん分かる的な。やったことあるんじゃん。あるある。実は私も結構みんなやったことあるよね。やったことあって、ロシアンルーレットチョコレートって作ったんですよ。なんか何個かに梅干しと、あと香辛料18種類ぐらいトッピングして、カレーの味だよね、すでに。それがすごい。インド人もびっくりみたいなね。やってカレーじゃないからね。で、入れて食べた人がいるの、やっぱりね、カレーじゃないか。です、望月さんっていうね、結構普段おとなしくて可愛い女の子が食べちゃって、ね、食べちゃったのね。まだまだダーッと走って、やだほら、もうね、レッドコメットマックスさん、僕は逆チョコを何人かに渡しましたよって言ってるから、うちらももらいに行こうぜ。あ、本当ですか。そうそう、いただきます。レッドコメットマックスさん、私たちもチョコください。うどんディップチョコレートです。うどんディップチョコレートください。すごい。トミーさん、あるんだ。大それてはないだけで、わらわら。インド人にあげたんですか。インド人にはあげておりません。そういうふうに、そういうボケやめて。しかも食材の無駄遣いはやめましょう。わらってなってるよ。大丈夫、スタッフが美味しくいただきました。大丈夫です。お、新しい方が、カズシ1972さん、こんにちは。ありがとうございます。はい、そしてですね、ね、あのチャットに参加してないお客様もですね、ぜひぜひユーストリームに登録していただければ、あの全番組、ユーストリーム全番組でチャット参加できますので、お手数おかけしますが、ぜひぜひチャット参加の方よろしくお願いいたします。はい、あとね、あとまだあるの。ないとか言ってたけど、ね、持ってるね。あるよ。じゃあ次行こうか。次行こうか。次、いやもうそろそろ女の子ちょっと喋るね。ゆきちゃんか、ゆきちゃんの子ないの。楽しい話と悲しい話、どっちでもいいよ。どっちでもいい。あ、じゃあもう楽しい話、楽しい話。皆さん楽しい話聞きたいですか。楽しい話聞きたいですか。両方。両方。いやいや、時間尺がなくなっちゃうから、どっち聞きたいですか。中井さんですね。中井さん、先月のくらいね。先月のくらいね。じゃあ、ちょっともうなんか一般的な話をしようかな。一般的な話する。はい、してみてください。なんか小学校中学校の頃とか友チョコがすごい流行ってて、私はお菓子作るのがすごい好きなので、もうその時期になるとめっちゃ張り切って、もうクラスの全員に配ったぐらいの勢いで、30個とか。そう、普通に 30、40個作ってて、で中学生の時吹奏楽部に入ってて、そこのぽいぽい超ぽい、すごい普通の目でぽいね。リーダーぽくなって。何やってんの、何楽器は。なんか1年ごとに変わって、最初トランペット、その次テナーサックス、その次なんだっけ、ユーフォン。おー、ユーフォンって大きいやつですよね。チューバのちっちゃいバの抱えて書くね。やってて、1年生の時かな、の時に一個上の先輩が好きで、あ、そういう話待ってた。待ってた待ってた、バレンタインすごい待ってた。なんかこう、友チョコはこれくらいのを封を配って、で先輩にはこれくらいの先輩のやつをもうめっちゃ気持ちを入れて送ったら、ホワイトデーにあのピーチ味の飴を彼氏にもらって。しょぼいとか言わないの。しょぼいとか言わないの。生で聞くな。生で聞くな。本当に入ってて、カンカンで分かる。
大丈夫3人で帰るからって。でなんかもう何ヶ月も部屋に飾ってたっていう。かわいい。そういう話待ってた。すごい待ってた。なかなか出なかった。今はお酒が欲しいんでしょ、ホワイトデーに。日本酒が欲しいんでしょ。お返し。日本酒が欲しいんでしょ。鉱山とかが欲しいんでしょ。じゃあ2番はいらないよ、のしがあればみたいな。そうじゃあ誰かね、みゆきちゃんに鬼殺しプレゼントしてあげて。そう、鬼殺しなんかワンケースとか。ハワイン好きなんで白ワイン好きなんで、ちゃっかりおねだりしちゃったよ。皆さんは何か言ってくれますか。まあまあまあ、そんなチョコのくだりをちょいちょいやってる感じかしらね。そんなみゆきちゃんは何か告知がありますか。告知ないね。ブログのタイトルは。ブログのタイトルみゆきのブログでしょ。知ってるみんなバクイすぎじゃない。俺のググってよさ、俺のググってバクイすぎでしょみんな。あ、ごめん、パクってる最近。おー最近リアルでいろんなところでパクらせてもらって結構なんかみんな使ってんだよ。そう、ググってって言わないんだ。いや、ググってって俺ググるね。ググるググるって言うよね。あれサボりか、みんな。みーちゃんなんかある。私は、あさって、UFO クラブで。そっち。バレンタインの話してるの。バレンタインの話してるの。もう、天然なんだから。そうそう、あのね、会えなく、相手と会えなかったことがあって、それでどっかで寝てて、たまたま見つけてチョコだけ置いて帰ったってことがあります。何それ。え、道路で寝てたの。道路で寝てたの。あったんですか。恥ずかしいからいいや。まあ遊びに行って、で寝てたから置いて帰るみたいな。そうそうそう。でもまあ家じゃなかったんだけど、たまたま見つけた。お、あらめます。で遊んだらチョコレートがあったみたいな。あ、まあサプライズ的な。サプライズ的な。サンタさん。サンタさん2月にも。2月にも来るサンタさん。どんなのそれで、2月12日の日曜日、UFO クラブで、バンドの、あの、みんなバンドやってるね。キーボードなんですけど、みんなでやるの、みんなでやるので、ぜひ来てください。待ってます。見えるかな。ちょっと薄いかな。ちょっと薄いですね。2月12日の6時半オープンで7時スタートです。よろしくお願いします。はい。ブログにも載ってるんだよね。ブログにも載せております。ぜひ皆さん。UFO クラブ。UFO いっぱいなクラブじゃないですよ。おお。どう楽しんだ？あと好きだねえさんが。多分これみえちゃんにだよね。天然なの？笑って。天然だよね。いや。私姉ちゃん天然じゃないと思うんだよね。でも計算どっちかって言ったら計算できるんだけど、でも計算でみたいな嫌な女じゃなくて、ちょっとでぶっ飛んでてんの。どうなの。ちょっとで計算してぶっ飛ばしてる。計算するんだけど、で綺麗なお姉さんなんだけど、でも頭がポポポポンしてるからそれが出ちゃうの。喋ったらバカになっちゃう。違う、喋ったら終わりだから。喋ったら終わりとか言わないの。悲しいでしょ。ほらほら来た。ほら来た。わかるとか言わないでよ。そうなんだね。だから大丈夫。もう同じ匂い感じる。ダメよ、一緒だと思っちゃう。一緒一緒。あ、本当だ。ここ3年一緒なんだじゃん。あ、ここやだってすごい否定してる。近所の魚民でやってくれます？それ今のくらい。本当にやだ、イケメンがいい。心の声全部出てるから。でもほら、でも今会場暑いじゃん。ライトさん喋れば涼しくなるから。じゃあちょっと冷やしてもらおうかな。あ、ごめん、寒いの嫌い。時事問題。あ、冷えた。ちょうどいい感じになってきたよ。そう、ゆりん持ってきてくれたお菓子は？あ、そう、ちょっとね、ちょっとね、トッピングしてあるんだけどね。ただの、これ。多分ね、なんか被ってるっぽいんだよね。私もそう思った。本当に被ってるんだよね。あ、被ってるっぽいな。被ってるやつ、四角いやつ。チョコ。確かにそこにね、開けたのが置いてあると思うよ。チョコ。そう。ビフォーアフターね。これ開封するとこれになるんだよね。こんな感じで。ゴミ箱ね。こんな感じで。開けるとこんな感じ。そうそう。ファミマの人がこうやってやってくれました。またコンビニ出てきた。大事大事。いや持ってるぜ。持ってるね。でもこれでいっぱいもらえるよ、チョコが。ね、みんなお土産いっぱいだよ。
っていう感じで、ね、第2週目はね、おやつにドッカンで、おやつを皆さん持ち寄るので、ぜひぜひで、ね、神田の方にもお越しいただければと思います。はい、お忙しいかと思います、はい。特に来月はね、年度末だからね、皆さんお忙しいかもしれないけど、あ、そうだね、確かにね。お待ちしてますので、皆さん心込めてお菓子用意してます。年度末。年度末。うん、そう。ほほうでしょ、うん。知らなかったから。いや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 。しっかりして。また乙女ちゃんがね、ちょっとまたね、暴走しちゃったからね。そうね、いつも通りにね。そっか、春休みになるんだ。ゆうりんかぶった、わらわら、どんまい。どんまい。楽しくないですか、別に。もう、ゆうりんかわいいから何やっても許される。あ、そうそう。多分、無理するし、ちょっと。あ、かわいい。帰ろうかな。あ、かわいい。ボソっていうのやめてくれません。え、かわいいよ。ライトさん、告知を。あ、いっぱいいっぱい。ありがたい。今視聴者様とか、岩崎様と、うん、ミス。ミスターマスクさん。ミスターマスクさん。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ありがたいね。楽しんでいきたいと思います。ブログを読んでくれる人ですね、私の。そうね、おー。ありがとうございます。ありがとうございます。では、告知ございます。ああ、僕ね、はい。はいはい。僕のオリジナル番組、サニースマイルズ、毎週ちょっと待って。どうですか？何このテープ何？ああ、これはいいよ。いいよ。見なくていい。すごい気になるんだけど。見なくていい。うん。はいはい。それね。うん。サニースマイルズっていうオリジナル番組やってます。何がおかしいんやねん。何なの？ずっと突っ込むのやめてください。突っ込むならちゃんと突っ込んでいただけませんかね。ちょっと指差してやめてくれません？そう。あれ？習わなかったの？小学校の時に人指差しちゃいけないんだよ。いけないんだよ。はい、そうですか。はい。それでですね。おめでとう。ほんとだ。スライスさんの顔。うん、どんなコンテやるんですか？あ、トーク番組です。いろいろなことをもうトークするっていう番組なんですけど、今度は、12日、あさっての日曜日に、16時から、あ、もうじゃない、はい、今度ですね、あさってここでやるのか、ね、ここでやります、うん、はい、どんなトークするんですか今回は。今回はですね、うん、新メンバーに関根玲奈さんで、ファッションタイムコレクションで、ね、はい、出てるしね、はい、どっかにも出てますよね。いろいろ質問をぶつけようかなっていう番組で、うん、そういう内容でやっていきます。じゃあ新しく来る自分たちの新しいメンバーに質問をして番組をやっていくメンバーとしてね、仲良くしていこうかなっていう感じですかね、はいはい、それと歌も歌いますんで。おー、ツッコミが来てますよ。どなたから？うん、アンパンスゲネアネヨさんが、そのセンス何？落語家気取りですか？わら。で、で、カズセ1972さんが、うん、内容ちゃんと話せー、わらわら。で、うん、岩崎さんが、まばたきしないですね、てんてんてん。みんなちゃんと聞いて。人間じゃありませんので、そこら辺は聞かないであげてください。ね、まばたきしないんだ。さんがね、そう。で、他に考えるのがあるか。それとね、そう。ライブの告知で、今月の20日の月曜日に、ハピネスっていう、ライブなんですけど、ライブイベントで4回目になります。うん、はい、歌うんですか？歌います。で、シンガーソングライターの小高さんっていう方がいて、うん、で、その人の企画、チャリティーライブ。あれ、今回出るんだ。出ます。私、これ MC やりますね。そうなの。あ、すごい。残念なことにこいつの MC なんで。あの、残念とか言ってます。あの、ひろえちゃん、ありがたい話、毎回やらせていただいております。だって2回目とか。あ、2回目は私がダメだったから断ったんだ。落ち着いて、落ち着いて、ちょっとね。仲良くね。はい、アンパンさん、何？ドライアイになるよって言ってくれて。ドライアイ。ドライアイでしたら、うだれ垂れてますよって、もう言ってくれてます。皆さん、ね。皆さん、本当ありがたいツッコミ、本当にありがとうございます。でも、もったいない、こんな人にもったいない、そんなツッコミみたいなね。あれ言っちゃった。みんなね、ツッコミ楽しみにしてるんだろうね。来た、ライト来た、よし、勝つぞみたいな。みんなね、サボってたよ、これ。乙女ちゃん、サボってたよ。サボってましたよ、今。そんな乙女ちゃん、なんかバレンタインのなんかないの？バレンタイン、告知とか。高校の時から、毎年、頼まれるんですよ。頼まれる。あの、バレンタイン、女の子からバレンタイン。期待するねって言われて逆チョコ逆チョコだから言われるから、うん、ホワイトデーに返すよって言ったら、うん、バレンタインじゃなきゃつって最速乙女ちゃんの手料理が食べたいなってお菓子が食べたいなってクッキー毎年焼いて、うん、でスポンジケーキ焼いたりとか、うん、バンドケーキ焼いたりとかして配って、うん、私たちの分はあれ？あ、まだ、まだ2月10日とか、今日は。あと4日。あと4日。あるから、4日待って、つって。待ってません。あげないよ。あげないのね。みんなにあげてるでしょ、みんなには。
イケメン限定で。もう一人、もう一人ね、乙女ちゃんに変わったら増えてね、まあ、マリクル。マークエズさん。うん、ありがとうございます。マークエズさん、ありがとうございます。こんにちは。よろしくお願いします。乙女ちゃん、告知ある？なんか。告知。はい、ボード忘れちゃったんですけど。はい。ペペロ。ペペロ。あさって12日。ジュリアンド結城の日曜クラブやります。今回コンビニスイーツ特集を特集をするのね。美味しいものね。大丈夫、乙女ちゃん一人になると真っ白になるんだけど、怖いんだけど。どうしたの？ペロペペロ流行ってますけど、ね、あれ肌綺麗になったんじゃない？乙女ちゃんパネ塗ってる。言わなきゃいいのに。言っちゃった言っちゃった。言っちゃったはいはい、よしよしよし、生活が潤ってるから、生活が潤ってるから。そうだよ。いや、こっから見ると黒いものがなんかボツボツ。みんな乙女にそんなこと言っちゃダメだよ。あれじゃん、ユーリンも告知あるよね。ユーリンちゃん、なんなに試合出るよね。試合告知もないんですが、私ちょっと来週末ちょっとね、姉さんのね、うん、暴走中と一緒にやってるのかぶっちゃうんですけど、うん、日曜日夕方5時半から私ボクシングの試合に出場いたします。おっ、おっ、おっ、選手、エキシビジョンマッチだっけ。エキシビジョンマッチで、プロの選手がやってる合間にある JKG のね場合に、まあ、この前ランドガールやったんですけど、今度試合に出ることになりまして、はい、ちょっと同じ JKG 候補生の女子高生の女の子とちょっと戦ってきます。あー、ボクシングだ、勝ってもらう。なんで女子高生ってそんな主張した？ちょっとね、打倒女子高生。私のなんか、まあ、うん、気持ちは女子高生だし。あ、そうだ、まあ、いけるよね、全然。まあね、で、そんなところね、一人に視聴者様増えました。ありがとうございます。ありがとうございます。小川、のせらぎ、小川のせせらぎさん、ありがとうございます。こんにちは。で、書き込みもめっちゃ書き込んでもらってて、うん、乙女ちゃん、めっちゃ素直、わらわら、人柄が出てるねって、書いてくれてて、で、ユーリンのやつは、アンパン好きじゃない、さんが。で、カズシさん、一九七二さんが、ユーリン、怪我するなよーって。ありますね、でも多分勝ちますから大丈夫です。で、トーミーさんが、じゃあ今月の暴走中はないんだな、笑ってきたら、いや、ありますよ、ありますよ、やりますよ。一瞬ぶっちゃけ悩みましたけど、正直悩みましたけど、1ヶ月にね、まだ1ヶ月しかやってないので、やりますよ、やりますよ。なんで、チャット、チャット、本当に本当に今日見てたら、本当に今日、本当に暴走中、チャットお願いします。なんか変な宗教になってたらやめて。本当に、いやだって必死だもん。本当に来てほしいもん。で、試合って岩崎さんが試合って、試合、試合、あ、ちょっとね、グリーの方には告知してませんでした。岩崎さんグリー専門なんで、うん、あ、そうなんだ、はい、で、アメブロ見てください。後でグリーにもあげます。あ、アンパンスきたねよさんが、ユーリンヘッドギアの中に鉄板入れておいたら勝てるよ、わら。あ、そっか、そっか、そっかじゃない、そっかじゃない、そうまでして貸してんの。岩崎さん、打倒女子高生、イエーイ。そう、アンパンスきたねよさんが、年下に負けたら罰ゲームね、わら。あ、で、レッドコメントマックスさんが、また対戦相手はしずこやもんですねって。いや、だからね、これね、今度じゃあ暴走中でやろうよ。今度で、ね、今度で、ね、それは後で話してくれない。ショーファール、ショーファールかな、それ、うん、大丈夫です。ショーファールかな。え、相撲でしょ、姉さんとやるんだったら。しかもトミーさん、姉さんだけだと1時間モザイクじゃねって。いや、そう思うんで、ちょっとまたちゃんとゲストの方に声をかけてあるので、うん、ぜひぜひ本当にチャットの方を皆様、ね、ぜひぜひお願いしますだよね、うん、超面白いゲストの方がね。そうね、暴走中も見てほしいんだけど、ユーリの JKG にも置いてほしい。JKG の試合に行ける方はそっち行っていただいて、そう、行けない方は皆さん暴走中を見ていただいてという、うん、そして日曜クラブも見ていただいて、そしてマニスマルズの様子、ね、はい、みんなで見てください。で、姉さん告知は、それ、あ、そうそうそう、暴走中、そう、第何曜日やったっけって来たから、うん、第3日曜日なんです、うん、でね、こうね、サクサクっていかないとやばいね、これね、うんうん、で、こんな感じで、アメブロでお花畑というブログやってますので、皆さんね、ペタとか読者申請とか皆さんお待ちしております。声こもってるから、うん、声でかいからさ、意外に自分のね、オンデマンドで見たらさ、意外にね、声が割れちゃってるからね。そう、だからちょうどいいかな、ちょうどいいから。で、こんな感じで、東京ドッカン金曜日、第1週、第2週、第3週、第4週、第1週目が今度ね、マイミンが、相沢まみちゃんが卒業しまして、うん、新しい新 MC で、キョコタンこと浜口京子ちゃんと、ちくまゆりえちゃん、うん、あつしが、ツイン MC でやっておりますの で、 で2週目がエミリン、うん、3週目は、矢口由美さんで、4週目がジュリアちゃん、うん、っていう感じで、まあ、週色が違うので、ね、全ね4週見ていただければと思います。あとはね、適当にやって最後の、ね、告知だけしたいやつだけさせて、さっき20日のやつはライターさんが言ってくれたから、うん、あれ言ってくれたから助かったから、とりあえずこれだけでいいや。ね、2月28日、リングスリンクボリューム7だよね。あってる、7って書いてある、
書いてあるよ。ボリューム10。はい、こちらまた池袋ビッグバンボックスで、はい、やります。で、今回もまた私、MC のサポートとしてやらせていただきますので、企画でまたお客様と楽しむ、一緒に楽しもうっていう企画を考えております。うん、あとは詳しくは桜木雫でググってください。お願いします。姉さん、このロールキャベツって何、はい、こあ、これね、これ企画で使ったやつ。ロールキャベツ、これロールキャベツって、ロールキャベツパクったの、ここから。ロールキャベツ、うん、パクられた。パクったの。ロールキャベツって何か皆さんにもう一度説明して、見た目草食系なんだけど実は肉食系っていう、ね、ロールキャベツ乙女だから ね, ね, ねそういうキャラで行くの、うん、そういうキャラで行くとかそういうモデルな、オールミートでしょ、オールミートでしょ、太ってねえよ。そういう意味じゃねえよ。結構ね、皆さん書いてもらってて、うん、姉さんの場合こもっててちょうどいいって声ね。いいね、そうそうそう、ね。2列目の一番右の人にモザイクかけてほしい。どっちどっち右って。こっち右だから。どっちどっちどっち。両方。両方で、ね。両方で、ね。最高。よかった俺。そうそうそう。あ、それで今仲間を。おお。ねぎさんがね。うん、うわ、アップやめてください、アップやめてください、帰れない、うわ、名前呼ばれたって、うん、インタラクティブなのねって言って、その通りですよ、もう書き込んでください、ガンガン呼んじゃいますよ、お願いします、そうそうって感じ、これいいトミーさん、そうそうそう、じゃあ俺オールキャベツ、噛まない噛まない、そうですね、トミーさんは草食系だそうです、うさぎさんがってですね、ね、可愛 い, いんだよね、うん、ちかちゃんね、そんなすごいこと言ったのかな、ね、結構何気に姉さんすごいこと言ったね、全然知らなかったって、え、そう知らなかったんですかね、何が、その1周目のマミンが、あ、この前のその1周目のオンデマンド見ていただければ、うん、多分、うん、キョコタンが言ってるので、うん、私もたまたまと、ね、そうそう見てね、1周目どうなったんだろうな最近ってちょっと気になるので、あのやっぱ仲間なので、ね、あのやっぱ、ね、他の曜日が気になるじゃないですか、あとみんな全部の週見てくださってる方に、うん、そう企画かぶってたら申し訳ないんでね、そうそうそう、同じことばっかりでもしょうがないので、うんね、見てたら、あれ人少な、そしてあれ前見またいなって思ったらキョコタンが言ってたみたいな、人少な、言っちゃったで、ね、雷調査隊さんもね、ユーストリームなのでぜひ、どんだけ好きなんだね、告知しないよ早く、私特に告知、うん、ないの、あとね、新しいルルブが発売になって、うん、それは実はこれもね乗っちゃおうかなって言って表紙にマイミーが乗ってます、そして1ページ開くと私乗ってます、へえ、そうなんだ、今度実物持ってこようかなって思うんですけど、マイミーが横浜 の, あのチキンラーメン、あの日清のね、うん、チキンラーメンをこう自分、あ、シフトヌードルを作ってるかな、うん、をこうやって持ってるところが表紙に載ってるんで、それ1ページ開いて右下見ると中華街を私歩いてますんで、そんな感じでやるんで、ぜひ皆さん本屋で見かけたら見ていただけるだけで、すごいね、中国人っぽいもんね、なんかね、うん、ね、シェイシェイ、中国に行った時ね、大枠ダニエルじゃなくて、普通にね、しあの飛行機の中でアテンダントさんに中国語でずっと話しかけられて、わかんないって言って、えって言ったら、え、日本人だったんですか、ごめんなさいってアテンダントさんに言われたっていう経験が行きと帰りであって、行きも帰りも行ってちょっとショックだったかなみたいな、なんかね、センスがね、中国人なんだよね、え、そうなの、なんかね、結構ガラガラで合わせてくるとこで中国人ガラガラって言われまあね、そんなところで岩崎さんがね、はい、今気づいたザキヤマさんの拳行って、その後に、カズシ1972さんが後ろの隅の後ろの端の2人がシャツをチェックで合わせるのは狙いって聞いて、ほんとだ、そう、で、アンパン好きじゃねえさんがニーハオ、そうそうそう、トミーさん、ユーリー褒めてないぞ、わらわらわらユーリー結構ポジティブなんでね、そう、で、アンパン好きじゃねえさんがユーリーの説得力半端ないわらって言ってる、だから納得されてるよ、ここある人いる、うん、あ、ない、大丈夫、え、でもすごいね、ドルブね、マイミンとエミリンでしょ、そうそうそう、すごいね、なんか2人に会えるから、ね、一度で二度おいしいからぜひ購入を、え、全国の本屋さんで買えるんですか、はい、全国の本屋さんで売ってます、じゃあぜひぜひ買ってみてください、はい、よろしくお願いします、ね、要チェックや、伝わってる、よくわかんない、伝わるよね、絶対伝わってるよ、伝わってるね、伝わってるよ、伝わってる、そう、スラムダンクの要チェックや、あ、なるほど、大好きなんだよね、お、あとはトーミーさん、俺びっくりしたね、トーミーさん、いや、トーミーさん、いやいやーって、これじゃあ立ち読みでいいんで、ぜひ見てください、でもアンパン好きじゃねえよさ、あいやって言ってる、あいやってのか、あいやってってのか、姉さん今日ノリノリだね、大丈夫、アンパン好きじゃねえよさんがルルム買います、ね、ありがとうございます、トーミーさん立ち読みします、持ってきてくれたらサインしますんで、ぜひ、あら、あ、じゃあ、あない、こんな感じで今痛かったと思う
B カップあるからね。B カップあるからね。そんな感じで本日バレンタイン特集でなんか楽しくお送りしてきました。立ち読みしてよ。立ちしようって。皆さんね、バレンタインじゃなくて来月はひな祭りなんで、またね、あられなんかも食べながら。私の日。私の日。あ、うん、みんな乗っかってこいよ。ノリ悪いなぁ、もう。乗っかったら終わるな。終わるよね。どうだよ。ユーリはこっちだよ。いや、あなたはこっちだよ。こんな感じでお送りしてきました。金曜第、毎月第2週のおやつにどっかん。金曜日本日も皆さんご視聴ありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。皆様、本当にありがとうございます。助かります。また来月も来週も皆さんとお会いできるの楽しみにしてます。またまたよろしくお願いいたします。ユーリの暴走中。雫とユーリの暴走中第3日曜日見てね。自分の番組のタイトル間違えない。間違えない。はい、じゃあそういうことで本日もここの辺で終わりにしたいとお別れになります。ではでは皆さんありがとうございます。